メリークリスマス、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、今日はですね、クリスマスなのでケンタッキーを買ってきました。日本ではね、昔からよくクリスマスにケンタッキーをよく食べてるんです。箱もカーネルおじさんのクリスマスバージョンですね。これがクリスマス S パックで、これがクリスマスのポテトボックスで、これはバーベキューチキンです。で、食べやすいようにお皿に盛りたいと思います。メリークリスマス。じゃーん、美味しそうですね。クリスマスらしい食べ物がたくさん並んでますね。じゃあ食べたいと思うんですけど、まあ、その前にちょっと温めたり揚げ直したりしておきます。じゃん、温めてきました。いい匂いがしますね。いただきます。じゃあこのバーベキューチキン、クリスマス限定ですね。美味しそう。甘くて香ばしいタレでめちゃくちゃ美味しいです。バーベキューソースの味ですね。お肉もジューシーです。でもチキン食べるとクリスマスって感じしますよね。クリスマスにケンタッキー食べるのって日本だけってなんか聞いたことあります。日本のケンタッキーが広めたみたいな。いや、すごいですよね。で、他の国では何を食べるんでしょうかね。みんなもクリスマスに食べるものがあったら教えてほしいです。ピザとかはね、よく食べる気がする。なんかクリスマスって別に何の用事がなくても仕事休みたいですよね。クリスマスに仕事何も用事なくても休み一応取りたくなる。まあ皆さん毎日休みみたいなもんなんですけどね。なんかクリスマスにシフト入れられると負けた気がする。負けた気分になる。チキン美味しい。コンビニとかでもさ、クリスマスになると、クリスマスの時シーズンだけこういうチキン置いてたりしますよね。これポテト揚げ直してきました。やっぱカリカリで美味しい。二度揚げすると結構ケチャップとマヨネーズ。美味しいものを食べるのが一番幸せですね。今日のドリンクはですね、ファンタのアップルです。ちょっとなんか赤くてクリスマスっぽいですね。乾杯。あ、アップル風味がして爽やかで美味しいです。炭酸が甘く効いてて甘くていいですね。これオリジナルチキンですね。私の一番好きな部位はどれだ。なんかちょっと見間違いやすいんですよね。あ、当たった。脂っこくてジューシーで美味しい部分です。胸肉とかね、好きな人も結構いますよね。なんか骨が少ない。やっぱケンタ美味しいですね。なんか久しぶりに食べた。このケンタッキーのこのね、オリジナルのスパイスの味は何でしょうね。
めちゃくちゃこれは美味しいんですよね。なんか香ばしくって鶏に合っています。皆さん今年は良い子にしてましたか？良い子のところにしかサンタさんは来ないんですよ。良い子のところに木下サンタが行きます、晩御飯食べに。これなんかナゲット的な、なんですか？うん、おいしい。スパイスが効いてますね。カリカリです、衣が。じゃあナゲットですね。ナゲットも美味しい。胸肉はねちょっとね、なんか肉が、お肉はね淡白で、私はあんま好きじゃないんですよ。ももとかのが好き。足は油がこう乗っとって、胸肉にあんま乗ってないんですかね。胸はあんま動かさん気か。じゃあ鶏が走れば走るほど油が乗るのかな。じゃあダチョウは一番美味しいってこと。私もニワトリさんに感謝ですね。油もね食べにくいよね。油ぼりのところってなんかもう骨も一緒に食べたくなる。衣がついとって美味しいけど、まあ、そんな何でも食べようとするから顎がね、顎関節症になりやすいんですよね。そう、でも悪化しないようにね、最近ね顎関節症の人の顔の運動みたいなやつをネットで調べて、昨日から頑張ってやっとる。まず一番最初に頭を持って、こうやって頭、手を手でこうやって肩に耳をくっつけて、もうやだ、体の不調が悲しき老化現象。なんもなんかでもさ、歯とか顎とかさ、こう生え変わってくれたらいいのにね。こうなんかちょっと調子悪くなったらバリンってなって新しいやつがこう生えてくれたらいいのになと思いますね。私さ、顎関節症でなんでゴキってなるかがすごい不思議で、何がどうなってあんなすごい音がさ鳴りよるんかなと思って、上顎と下顎のところには間にはなんかあるんてなんで、これがずれとるんて。でだからこうやって普通だったらこういい感じにスライドするもんがずれとるもんやけ、変なところに通してゴキって言うんだって。まあ、ちょいよくわかんないですね。これ気になる方はちょっとネットで調べてみてください。なぜ顎関節症みたいな感じで。いやね、さ今日なんか怖い思いしたよ。なんかごめんね、クリスマスに怖い話をして。なんかアマゾンから物が届いて、なんか U パックで届いとったんやけど、でも開けてみたら全然もう何の覚えもないものだったんよね。それが UBSM 違う、なんかよくわかんないキャプチャーするものだったよ。こうパソコンとかに挿すやつで、でこれ頼んでないのにと思って、おかしいなと思って、私の注文履歴見てももちろんないし、それがさ千葉県のアマゾンから来とったんよ。と思って、それで郵便局のサイトで荷物番号で調べたら、じゃあ名古屋の郵便局に一旦届いとって、それで東京のうちに来とるのよ。なんで千葉県のアマゾンのくせに名古屋から来てるのと思って、ちょっと怖いなと思って、これは私のパソコンとか
スマホに挿して情報を抜き取ろうとしているんじゃないだろうかと思って、ちょっと怖いなと思ってます。怖いな怖いな。なんでじゃあ情報を抜き取られるかなっていう知恵が働いたんで、そっとしておきました、箱に戻して。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、今日は楽しいクリスマス。ごめんなさいね、怖い話をして。でもクリスマスだからといってね、お金土はいけないんですよ。何があるかわからない世の中ですからね、本当に。皆さん、良いクリスマスをお過ごしください。もう、何がしてんかわからんね。でもさ、顎関節症がひどくなったらさ、顎の手術とかせんといけるんかね。顎なんか手術したらさ、しばらく流動食とか弁といけん、点滴で行っていかんといけんのかな。ご飯食べられんことないとかも、死ぬかもしれんので、ストレスで。ちょっとそれだけは避けたいな。だからこう耳、自分の治療でね、なんとか治すように顔の運動して頑張ります。でもコロナ本当いつ収まるんでしょうね。最初コロナが流行りだした頃ってこんなことだなと思ってました？思ってないですよね。もうクリスマスですよ、もう春ごろ始まって、あ、もう夏になったら多分なくなるよって言っとって全然なくならんくって、冬になったらもっとひどくなって、来年の冬もおったらどうしよう。いや、おらんごとなりますように。すごいさ、テレビとかで流行っとる流行っとるっていうよりは周りであんまりなってる人いないよね。私全然友達になった人おらんくって、なんかインフルエンザとかの方がよっぽどさ、クラスで流行った時とかもみんなにつっとって、なんかその周りの人がなっとったりしとったけど、不思議ですね、コロナって。皆さんもコロナにはお気をつけください。で、思うんだけど、なんかそういう濃厚接触、力口以外だったらもう手ぐらいしかさ、うつることってないじゃん。顔とかさ、いろんなところにこうくっつけたりするわけじゃないけ、コロナ菌がくっつきようがないけさ、こう手についてそれでこう目こすったりとかなんか食べたりして、それでコロナになるんですよね。からご飯食べる前にはちゃんと手を洗って、顔をねきっと触らんかったら大丈夫な気がします。なんかたまになんかそういう集まりでコロナがめっちゃ蔓延するとかさあるじゃん。え、なんみんなやっぱりさ、こう 手についてそれで顔をこすったりして目とか鼻とか口の中からコロナが入ったのかね。普通にさ、こうなんか濃厚接触はわかるよ。まあそうそう、口から口とかね、そういうねところが映っとるんやろうけど、普通のクラスターとか発生するじゃん。これがだからもう顔を触らんかったらいい気がする。もう傷跡とかからコロナって入ってくるのかね、どうなんかね。とにかく皆さんお気をつけください。まあ、今年はね、こうみんなでさ、パーティー明けみたいな感じでさ、パーティーな感じでいろんな一つのお皿でさ、みんなで食べるのとかやめた方がいいかもしれない。一人一皿ちゃんと用意して、そこに一人一つ食べた方がいいね、きっと。
はい、じゃあ最後の一つになりました、チキンが。まあね、ケンタッキーは別に来年になっても食べられますのでね、クリスマスだけじゃないので食べたいと思います。うん、美味しい。カーネルさんってさ、ここのリボンが可愛いね。顎のここによピュッてこう結んどってね、赤ずきんちゃんみたい。皆さん、この後はケーキを食べたいところなんですけど、ちょっとね、今日ないんで、私の大好きなじゃーん、カルビーのポテトチップスの幸せ濃厚バターを食べたいと思います。しかもこれ濃厚感アップです。2019年12月発売品と比較して。で、今日ドリンクってよくやって、いつもやってるじゃないですか。今日はファンタ飲んだんやけど、今日のお菓子とかもね、やりたいなと思いながらね、なかなかねやりてないよね。すごい、バターとこの4つの素材が入ってるのが、バターと蜂蜜とパセリとマスカルポーネチーズ、チーズ、幸せのこのバターのチーズも入ってるんだね。甘いバターの香りがしてすごいいい匂い。うん、美味しい。じゅわっとなんか甘くってバターの味がして、これは幸せです。そうそう、蜂蜜の、ね、風味もしますね。ポテトチップス幸せ濃厚バターおすすめです。濃厚感アップしてるみたいなんでね、ぜひ食べてみてください。じゃあごちそうさまでした。ケンタッキーのクリスマスシリーズと、あとファンタのアップルとポテトチップスの幸せ濃厚バター、めっちゃ美味しかったです。いやー、今年のクリスマスも美味しいものにね囲まれて幸せですね。皆さんもぜひぜひ幸せなクリスマスをお過ごしください。はい、皆さん今日は本当にすみませんでした。この今映ってる私のこのカメラの録画ボタンを今回押し忘れていたわけです。ちょっとクリスマスの奇跡が起きちゃいましたね。本当にすいませんでした。まあでもね、こういう回があってももしかしていいんじゃないかな。まあ取り直すことはできるんですけど、あえてその失敗を流すということで、皆さんも失敗して落ち込んだりする時があると思うんですけど、私も失敗します。でもその失敗をみんなにそのままお送りいたします。クリスマスの妖精のいたずらだったのかもしれないですね。はい、じゃあすいませんでした。またちょっとこれから気をつけて頑張ります。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、ちょっと許してくれる方がいらっしゃいましたら、グッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。レッツイートアンドスマイル。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように。うがい、手洗い、マスクなどね、しっかり対策して、あとソーシャルディスタンスか、毎日楽しく過ごしましょう。バイバーイ。